公益社団法人日本外国特派員協会は日本に派遣されている外国報道機関の特派員及びジャーナリストのために運営されている社団法人の会員制クラブである。日本における外国人記者クラブであり、日本国内で単に外国人記者クラブといえばこの日本外国特派員協会のことを指す。1945年9月2日に 第二次世界大戦が終結し、日本が連合国軍の占領下に置かれると、9月19日に日本新聞従う嘘が制定され、日本の全てのメディアに対して、検閲を含む情報統制が開始された。しかし同時に、このような情報統制を受けずに、日本で活動する連合国及び中立国のメディアの記者やジャーナリストをサポートする組織の設立が必要とされた。 これを受けて、11月に連合国軍司令官のダグラス・マッカーサー元帥の命令によって、連合国軍最高司令官総司令部より認可された、連合国及び中立国のメディアの記者や、ジャーナリスト向けのプレスクラブとして、マッカーサーの執務室があった第一生命ビル内に設立された。なお、設立時の名称は、東京特派員クラブであった。その後、 連合国軍による占領期間の終了後の1952年に日本外国特派員協会に改称し、1954年11月に外務省所管の民法上の社団法人として設立許可された。同年には朝鮮戦争の終結後に会員数が減少したことを受けて東京アメリカンクラブの建物内に移転したが、 その後の高度経済成長を受けて特派員数が増加したため1958年に移転し、1976年に有楽町電気ビルに再移転したものの、老朽化のため2018年に現在の場所に移った。なお、NPO 法人制度の法改正により、2014年に社団法人から公益社団法人へ移行した。現在は日本に派遣されている。 外国報道機関の特派員及びジャーナリストを中心とする会員に職業上の便宜を与えるとともに会員倉庫間の有効親睦を図ることを目的に日本に駐在する外国人特派員やジャーナリストに対するニュースの収集、配信の便宜、取材のための設備の提供や講演会、討論会や記者会見等の開催運営などを行っている。所在地は 東京都千代田区丸の内の丸の内二重橋ビル内で、館内には会員向けの記者室や図書館、レストランやバーも併設されている。また、会員は貸し切りパーティーなどを開催することもできる。館内には、下記の会員専用施設と事務局がある。従業員のほとんどが英語、もしくはそれ以外の言語に堪能である。記者向けの部屋が用意されているほか、館内では、 無線 LAN が使用できる。コピー機や PC 用電源や郵便受けなども用意されている。正会員、プロフェッショナル、ジャーナリストアソシエート会員、アソシエート会員、外交官アソシエート会員など複数の会員資格がある。いずれの会員資格も会員2名による推薦と入会審査委員会による審査を通過することが必要であるが、会員の国籍は問わない上に、 日本記者クラブや公的機関に置かれている記者クラブとは違い雑誌やウェブ媒体の記者やさらにフリーランスのジャーナリストの入会加盟も可能であるまた90日以外の短期で日本を訪問し活動するジャーナリストのためのゲスト会員制度もある2011年時点での会員総数は2130人正会員である 特派員など外国人ジャーナリストは約350人で外国メディアの関心が日本から中華人民共和国やインド、シンガポールなど他のアジア諸国にも広がったことやアジア太平洋地域の統括支社をシンガポールやアジアに移すメディアが多いこともありウォールストリートジャーナル紙やタイムズ紙のように記者の数を大幅減らしたりタイム紙やニューズウィーク紙のように経営難のために 東京市局を閉鎖するメディア、さらに毎日デイリーニュース紙やヘラルド朝日紙など配刊となる英語メディアもあり、過去10年間に正解員数は20%減った。2015年9月時点での会員平均年齢は約62歳とほぼ現役世代を脱し、さらなる著名メディアのジャーナリストを中心にした会員数減少と高齢化、フリージャーナリストと ヒメディア系の企業の会員が増えていることが懸念されている。正会員とアソシエート会員は映画、母上の舞台となったことで著名な香港の香港外国記者会やワシントン DC のナショナルプレスクラブなどの世界各国の記者クラブを利用することもできる。会見の模様集1から2回程度、内外の政治家や実業家、 文化人やスポーツ選手など様々な人物を招いて会員向けに主催会見を行っている。なお会見は会見者の母語や日本語、英語で行われ、英語以外の言語で行われる際は英語の通訳がつく。質問を受ける人物は英語を一言は話さなくてはならないというルールがある。会見には会員のみが出席可能である。招待される人物はその国籍や職業、 所属母体や政治信条を問われず、また、日本の大手メディアでは取り上げられないような人物も招かれることも多い。また、日本記者クラブや各記者クラブに所属しているような日本の大手マスコミの記者ではなく、会見者とのしがらみのない外国人記者が会員の多くを占めることから、日本の大手メディアではタブーし、もしくは躊躇される質問も行われることが多いのが特徴で、 その質疑内容が会員らによって諸外国のメディアに伝えられた結果、内外に大きな影響を及ぼすこともある。著名な例としては、1974年10月に月刊誌文芸春秋上でジャーナリストの立花隆により資金問題を追求された田中角栄首相が同月22日に主催会見に招かれた際に会員記者からの質問攻めに遭い、 その模様が国内外のメディアに流された結果、それまで田中首相の資金問題について取り上げることに躊躇していた日本の大手メディアも資金問題を大っぴらに報道するようになった結果を読んだと言われている。なお田中はこの時の資金問題追及による首相退陣から2年後の1976年にロッキード事件において逮捕、起訴された。 なおこれ、以降自由民主党の現役首相の出席は行われていない。会員の知識向上や親睦、日本の文化や経済、習慣への理解促進を目的に、内外の専門家を招いた、勉強会や国内プレスツアー、各種パーティー、ライブイベント、内外の映画上映会や演奏会、聞き酒会やワイン会など様々なイベントを行っている。ジャーナリストを目指す。 大学生や大学院生に奨学金を提供している。ありがとうございます。